おファイトデーに辛ラーメンいかがですかって、もう嫌だわ、本当。ファイトデーに絶対辛ラーメンあげたら限界になりますよ。楽楽。皆さんこんばんは、ティライです。今日は日本ラーメン CM が韓国で話題になった理由について話してみようと思います。僕が日本に住んだ時に、こう韓国の商品、なんか韓国の店じゃなくても普通のマットでも辛ラーメンを売ってたので、 いつもなんか辛いのが食べたい時にこの辛ラーメンを買った記憶があります。それで僕にもこの辛ラーメンはいい思い出があるラーメンなんですね。まあでもこの辛ラーメンの日本 CM がなんで韓国で話題になったのか、辛ラーメンの CM の動画のコメントを見たら、これ全部韓国語なんですよ。なんでこんなに話題になったのか、結論から言うと、韓国にある日韓夫婦のユーチューバーさんがいるんですけど、この CM について話をした動画が韓国の人気動画になり、韓国で話題になりました。まあ見てない方のため辛ラーメンの CM 一緒に見てみましょう。じゃあ始めますね。何ですか店長。辛いよね。いや辛いです。本当は辛いんじゃないの。全然辛いです。いや辛いから。うま辛ですね。ちんちゃんせっさよ。ハマるうま辛辛ラーメン何すか持ってます。まあこういう CM なんですけど、おちんちゃんマシッソよってめっちゃ可愛かった。うん。おこれめっちゃ可愛くないですか。ちんちゃんマシッソよ。なんかめっちゃ可愛かった。結構いい宣伝になったんじゃないかなって個人的にはそう思います。でもあの YouTuber さんが言ってるのはちょっとインパクトが足りないっていう意見でした。まあ辛ラーメンって CM がちょっと理解できないのもあるんですけど、この写真見たことありますか。ファイトデーに辛ラーメンいかがですかって、嫌だわ本当。辛ラーメン好きな韓国人にも嫌なのに、日本の方はもう分かるよっていう感じじゃない。ちょっと誤解するかもしれないのでちょっと説明をすると、ファイトデーに辛ラーメンあげる人韓国にもいないんですよ。こう彼女にファイトデーに辛ラーメンをあげたら韓国でも喧嘩になるんじゃないかなって、本当殴られるかも。本当気をつけてくださいね。ファイトデーに絶対辛ラーメンあげたら喧嘩になりますよ。まあこういう CM だったら日本で辛ラーメン売れなかったとしてもちょっと理解できるかも。まああのユーチューバーさんの意見はちょっとインパクトが足りないから、若い人たちがターゲットじゃなくてもっと報酬できる人がいいんじゃないかなって、そういう意見でした。それでおすすめしたモデルさんがこの草薙剛さん、草薙剛さんがモデルで、道を歩く時前世紀だった自分がテレビに出て、ラーメン屋さんが草薙さんに辛いよねってそう言って、草薙さんが辛いです辛いよねとして、なんか辛いです、こう上の CM と同じく、今は辛いけどなんか辛ラーメンを食べて、草薙さんが辛ちゃんマシッソよって言ったらもっとインパクトがあるんじゃないかなっていう意見でした。まあ今の CM も良かったけど、あの日韓夫婦のユトバさんがいたこのアイディアもめっちゃいいアイディアだなって個人的にはそう思いました。皆さんはどう思いますか。でもこれが韓国で話題になって、こう辛ラーメン CM のコメントに韓国固有なんかコメントが多くなって、今のモデルさんにちょっと失礼なことになるんじゃないかなってちょっと心配ですね。まあ今日はここまでです。僕の動画見てくれてありがとうございますね。楽々。